プーリオさん、富安武弘の起用法に異論。右サイドバックはもったいない。プーリオが富安武弘の起用法に異論。彼以上のセンターバックがいたら使ってもいいけど、元日本代表ディフェンダーの田中マルクス・プーリオ氏が自身の YouTube チャンネルで恒例の採点企画を実施。日本代表の富安武弘の起用法について言及した。11日に行われた北中米ワールドカップアジア2次予選で、シリア2-0で勝利した森保ジャパンの選手と監督をジャッジ。基準点を3点に設定した。その中で、前半は 3-4-2-1 のセンターバック、後半は 4-2-3-1 の右サイドバックでプレイした冨安を 3.5 点と評価。守備の安定感を評価する一方、その起用法には疑問を呈する。右サイドバックはもったいない。冨安はあそこで使ったりしちゃいけない。真ん中で、冨安以上のセンターバックはいないから、彼以上のセンターバックがいたら、サイドバックで使ってもいいけど、あまりサイドバックとしては考えていない。日本だったら所属クラブのアーセナルではサイドバックでも活躍する25歳について、プーリオ氏はもともとボランチをやっていた時もあって、それぐらいの能力は持っているのは間違いないとしつつ、冨安をサイドで使ってみようと思うようなセンターバックがいるかと言ったら、それはいないと強調した。これは同意。単純に4センターバック並べるのが主流になりつつあって、両利きレベルで蹴れて右も左もできる冨安が世界レベルで異常。センターに比べて上下運動多い分、怪我のリスク多いし、良いチームだと思うけどアーセナルから出てほしい。センターバックで最高峰に張り付きよりサイドバック起用でいろんなところに冨安が顔出してくれる方が心強いけどな。3バックでいいじゃん。伊藤博樹もどちらかといえばセンターバックタイプの選手だけどサイドバックやってるね。代表は3バックでいいよ。伊藤町田冨安、安定感抜群やな。冨井はセンターバックできるところに移籍しろ定期。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。